さあここで後方から動いたのは九州勢です。九州勢が中四国ラインの前に出ていって前を切りました。3番の尾形ルーキー、そして6番の中堀ついていきます。九州勢前に出ました。中段からになりました。中四国ラインの3名です。鐘が鳴りました。さあここで一気にまた前に出ていくのが中四国の3名ですが、さあ番手キープしようというのは3番の岡田でありますが、その前に5番の高田が出ていけるかどうかです。出ていきました。さあ残り1周切っています。人気両者が先頭2番手になりました。さあ力で押し切ろうというのか、その後3番手が猛ゼリになっている3番の尾形、外は1番の谷尾であります。ルーキーの3番の尾形は苦しい展開になりました。さあ外から一気に上がってくるような関東勢の2人、さあ高田がブロックしています。7番の田村が先頭キープ、2番手高ブロックから5番の高田でありますが、さあ先頭は7番の田村、田村かそれとも5番の高田か。